今日は私がこの3車種を直感レビューさせていただきます。ぜひ最後までご覧ください。まず左から CX-8、CX-60、そして右側が CX-5 になっています。5は全長が 4575mm の大きさですね。左から大きい順に車を並べていただいております。ちょっと私が映り込んじゃって大変申し訳ありませんが、後ろ姿はこのような形になっております。後から1台ずつ撮ってますので、私の思ったことを直感でご紹介していきたいと思います。いやー、にしても輝きが半端ないですね。こうやって横から見るとやっぱり大きさが全然違います。正直正面から最初見た時はそんなにね、パッと見大きさに違いが感じられなかったんですけど、やっぱり横から見ると大きさが全く違います。 CX-8 左側の車は 4900mm の大きさを誇っております。 CX シリーズで一番大きな車です。そして真ん中の CX-60 は 4740mm の全長があります。なかなかね、こうやって3つの種類を横に並べて撮影させていただく機会っていうものは本当に少ないと思います。ぜひマツダ車大好きな皆さん、車好きな皆さん、ぜひ見届けてください。やっぱ夕日と映えますね、車が。やっぱマツダの赤って本当に綺麗。他のね、他車さんにはないこの赤の深みだったり光沢感が違うな。そしてちょっとライトをつけさせていただきました。ライトのデザインも全然違う。私個人的には5のライトのデザインが好きです。こうなんか2つライトが光ってるじゃないですか。こうクリクリっとしたお目々に見えて可愛いですね。かっこいいのはもちろんなんですけど、可愛さもあります。そして60はやっぱりこうキリッとした釣り目のような印象ですね。今回私初めましてなんですけど、 CX-8 のライトはなんか人間っぽい。一番こうなんかまん丸お目々に白目とこう眉毛がキリッとあるようで、なんか一番親しみを感じるヘッドライトな気がします。私もね、早くたくさん勉強してこのヘッドライトのデザインだけでこの車だっていうのが分かるようになりたいなと思ってはいるんですけど、やっぱ全然ね分かんないですちょっとお勉強しております。私こうやって見てみるとやっぱり後ろのデザインも全然違いますね。5のデザインはやっぱりヘッドライトと相まってテールランプも2つ逆 L 字型のような光り方をしてますね。そして60はやっぱりキリッとしてますし、 CX-8 はこう丸ですね、ライトが。これが一番のポイントなのかな。なんか同じ CX シリーズでもこんなにデザインが違うとやっぱりどれがいいかって悩んじゃいますよね。今購入を検討されている皆さんもいらっしゃるかと思いますので、ぜひたくさん悩んでご自身に合った車を選んでみてください。ちょっと今回ハザードもつけてみました。やっぱりこう真ん中にあるっていうのももちろんなんですけど、 CX-60 のハザードの照らし方、 60 のこのハザードすごくこう心臓の鼓動のようにファンファンとなってますね。いや、なんか初めて見ました。普通にこう道で運転しててもなかなかこういう儚いハザードの照らし方ってないですよね。私この松田さんのミラーのところがハザード光るデザインもすごく好きです。車によってね、また照らし方だったりリズムだったり光の明るささえも違うので、こうやって見てみるとね、やっぱりそういう車の外装内装も含めてハザードの照らし方も考えられてるんだなという、素晴らしいですね。ハザードの照らし方に関しては60のハザードがお好みな私でございます。本当になんか心拍数みたいな、心拍音みたいな感じですよね。ファッファッファッ、ドクドクドクみたいな、車にもこうちゃんと命があるっていうのをすごく感じますね。なんか何を言ったらいいのかちょっとね
ど素人すぎてね、あのマニアの皆さんにはこいつ何言ってんだって思われちゃうかもしれないんですけど、ぜひ見届けてください。やっぱりタイヤもねめちゃくちゃ大きいです。私この60を彼氏さんと購入するときにタイヤが1本5万円するっていうことに驚きまして、仮にパンクとか道端に針が落ちてて針がぶっ刺さったりとかしたら1個5万円ですよ。4つで20万円だって。タイヤもね全然やっぱ車種によって違いますね。ぜひ外装や内装だけでなくタイヤやホイールのデザインにも注目していただけると嬉しいです。手前はマツダ2になるんですけど、 CX シリーズと並べて撮影をしてみました。そして CX5 のテールランプ、60のテールランプ、最後に8のテールランプを綺麗に撮影させていただきました。ド素人の直感レビューいかがでしたでしょうか。次回は本格レビューをお届けしますので、ぜひまた見に来てください。ではでは。